こんにちは。チャッピーと始めるデッサン講座、今回もよろしくお願いいたします。今回描くモチーフはアルミ製の金属でできたバケツを描いていきたいと思います。今回のモチーフを描く上で一番大きなポイントはこの金属の質感表現になります。この金属の光っている感じ、硬そうな感じ、こういうものをいかにしてデッサンで表現するか、これに迫って解説していきたいと思います。では早速描いていきたいと思います。まず最初はいつものように鉛筆を長く持って寝かせるように大まかに当たりをつけていきましょう。モチーフは今回も単体ですので、だいたい画面の中央に収めるように入れていきましょう。ポイントはやっぱりこの大きな楕円、丸ですね、丸の描き方、これに関しては今までの白い瓶などでもやってきましたけれども、いきなりちゃんと丸をしっかり描こうと思わずに、最初はフリーハンドで大きく丸のイメージをつかむように描いていきます。その後で少し補助線を入れて正中線を入れたりして、左右対称であるかとか上下対称であるか、こういうものの確認をしていきましょう。鉛筆を当てて正中線に対して同じ長さになっているか、こういうことを確認していきます。この丸みについてはですね、白い瓶の時にもご説明しましたけれども、見る角度が少し変わってきます。上の方が若干浅め、下の方が若干目線が高くなるので少し深めの楕円となりますけれども、今回もやっぱりこれぐらいの高々20センチもないようなモチーフですので、それほど意識的に変えなくても大丈夫です。だいたい同じぐらいの丸さをイメージして描いていきましょう。ただこの丸みなんかについてはやはり何度も描きながら慣れていくしかないと思いますね。どれぐらいの丸が一番適しているのかっていうのはしっかりものと見比べながら、時にはモチーフの横にですね、画用紙を置いてそれで確認する、見た目大丈夫かなっていうことはそばに置いてあげるとよく分かってきますので、少し画用紙を離してモチーフの横に置いてあげる、そして見比べるっていうこともやってみてください。まだ慣れていないうちはですね、やっぱり慎重に描きたくはなってくるので少しずつ決めたくなりますけれども、このように常に大きく手を動かして、腕からですね大きく振るような形で長い線を引く、こうすることで自分の中に丸さっていうものがしっかりと意識されるようになりますし、慣れていくことができます。あとは直線ですね、直線も少しずつ足していけばそれなりにきっちりは引けるんですけれども、このようにしっかり手を伸ばして長い線を引けるように練習していってみてください。ではある程度大まかに取れたら補助線を一度消して、さらに確認しながら正確な形に寄せていきましょう。だいたいいい感じで取れてきたら少し鉛筆を縦に持ってしっかりした形を出していきます。このようにですね、画用紙を横にしたり逆さまにすることで描きやすい方向が見つけられるっていうことも一つなんですけれども、あとは狂いですね、丸の狂い、直線の狂い、上下左右対称になっているか、そういうことの確認も意外と今まで気づかなかったことに気づけるので、何回か繰り返して逆さまにしたり横にしてみたりして確認してみてください。だいたい形が取れたら少し取っ手の部分を描いていきます。とっても最初は鉛筆を寝かせてアバウトにさっさと長い線で引いていきます。真ん中あたりはですね、角度が急に変わってきますので、少し長い線だと引きにくくなってきます。そういう場合はこのように鉛筆を立てて描くと描きやすくなります。バケツはこの底の部分と口の開いた部分、ここが少し厚みがありますので、ここを少し形を取っていきます。この場合も鉛筆は立ててしっかりと描いていきましょう。はみ出たところや何度も引き直しているうちに線が太くなった場合はこのように練りゴムで時々整理していきます。ではこれぐらい形が取れたら一度トーンをつけていきます。
これは白い瓶の時にやったのと同じで丸みに沿って書いていきます。この辺の調子のつけ方がですね、よくわからない、どうしてこういうふうに引いているのかわからないって方は、この動画講座でですね、白い瓶の回をご覧いただければわかりやすく説明していますので、そちらの方もご覧ください。奥の方に対して手前の方はこんな感じで角度をつけながらトーンを入れていきます。丸いものですけれども、しっかり直線でいくつかの面に分けて取っていくっていうやり方ですね。手首を使って一気にトーンをつけていきます。横方向の面に対して縦方向ですね。一通り塗り終えたら一旦ティッシュでこすっていきます。こすることでトーンを落ち着かせ、タッチを滑らかにしていきます。特に今回はですね、このツルツルとした金属の質感を出すために、こういうこする作業は結構使っていきます。こすったことでボケた形の部分は鉛筆を立ててしっかりと書き起こしておきます。でもう一度この上からトーンを重ねていきます。先ほどよりもね、1回目よりもさらにしっかり鉛筆を立てて丁寧に筆圧を加えながら書いていきましょう。モチーフの方を見るとよくわかりますけれども、今回はバケツの内側と外側、中と外で随分トーンが違いますよね。これを出すためにはしっかりと中は今 2B ぐらいの鉛筆から 3B ぐらいを使っています。ちょっと力を入れて塗っていきましょう。あとはトーンの塗り方、線の引き方も先ほどよりは随分丁寧にしっかりと密度を持って描いていっています。内側が終わったら外側も同じようにトーンをつけていきます。内側はかなり暗くなりましたので、今度は外側、こちらの方は鉛筆は B に持ち替えて少し明るくトーンをつけていきます。この取っ手の持ち手の部分の付け根ですね、ここには補強のための部品が一つついていますね。こちらは少し色が周りに比べて濃くなっています。あとは若干ですけれども、ここの部分というのは膨らんでいましてですね、円錐状になっています。こういうことはモチーフ見てるだけだとなかなか分かりづらい微妙なところですので、モチーフはなるべく何度も触ってみる、触覚的に確認してみるっていうことをしてもらうといいと思います。取っ手の部分のカーブはですね、基本的な楕円というふうに考えてもいいんですけれども、このように斜めについているのでね、結構難しいです。何度も何度も修正しながら少しずつ調整していきましょう。ここまで2度ほどトーンをつけてきて、形をもう一度くっきりとさせたところで一旦床の方を描いていきます。幾何形態を描いている間はまだそれほどデッサンに慣れていないので、物の方をしっかり描いた後でこのように床の方を最後に描きましたけれども、慣れてきますとですね、このように早い段階で床の方をつけていくっていうことをお勧めします。これによって光の方向、あとは影、物の設定、奥行き、こういうものが分かりやすく出てきますので、あまり最後に持ってこない方がいいと思います。この床のタッチの入れ方もですね、幾何形態の回の動画を見ていただければそれぞれ解説していますので、よくまだわからない方はそちらの方をご覧ください。ではそろそろ映り込みの方も少し手を入れていきたいと思います。特にこの取っ手の部分、持ち手の部分が割とはっきりとこの胴の部分に映っていますので、それのあたりを一回つけておきましょう。あとはちょっと分かりづらいんですけれどもね、この辺りに少し山になっている
部分があります。帯のようにずっと巻きついた感じで、若干これもやっぱり触ってみないとわからない程度の浅い山なんですけれども、これを特徴として見えてきますので、しっかりと描いていきましょう。この丸さはですね、上の楕円、口の方の楕円と同じ角度を保つように意識して塗られるといいと思います。手前の方が今度は奥の裏側の方にも映っていますね。これ映ってるというよりは、まあ裏側が見えてるってことなんですけれども、手前の方は山形に若干浅い山となって膨らんでいますけれども、奥の方はへこみとして見えてきます。少し筆圧を加えて強めに描いていきましょう。そして見えてない途中でね、本体の壁の部分に断ち切られて見えていない輪っかの部分ありますので、ここは必ず自然な楕円になるように見えていない部分もしっかり意識しながら描いていきます。では少しずつ穴の部分に映った映り込みを描いていきます。手前のね、表面の部分というのはほとんど映り込みがありません。取っ手の部分が少し映り込んでいたり、先ほど描いた山の部分、帯の部分ですね、ここが少しテカリがあったりするので、そこはしっかり描かないといけないんですけども、ここでなかなか金属の質感を出すのは難しいです。ですので今回はここの穴の部分ですね、この中に何が映っているか、反射しているか、これをどのように描いていくかっていうのは、金属の質感を出す上でかなり重要なポイントになってきます。いろんなものがあちらこちらから映り込んでいますけれども、それが何かはっきりと分かっているほどではありません。なのでちょっとうねうねとした抽象的な形が結構見えてきますので、これは少しずつ丁寧に描いていく。描き方としてはこのように鉛筆をしっかり立てて、ここにある種の模様があるというふうに捉えてもいいと思いますね。こういううねうねとした抽象的な模様、これを描写していくんだという気持ちで描いてみてください。今回の一番のテーマである金属の質感、これを出すにはどうすればいいか、いくつかポイントはあるんですけれども、最初に来るのがですね、明暗の強さにあります。明るい暗い、この差が非常に激しいのが金属質の特徴になってきますので、暗いところはもう必ずしっかり力を入れて 4B、5B ぐらいまでひょっとしたら使ってもいいかもしれません。なるべく柔らかい鉛筆をしっかり立てて黒さを強調していきます。逆に明るい部分はしっかり練りゴムで取っていく。この白黒はっきりつける、これっていうのがまず最大のポイントになってきますね。そして第2のポイントとしては、エッジのシャープさ、鋭さっていうのがあります。柔らかいモチーフの場合はですね、アウトラインっていうのは少しぼやけたりとか、画用紙の目を使ってボソボソした感じを出すのもいいと思うんですけれども、こうした硬い硬質なものを描く場合は、ここをしっかりと鉛筆を立ててきちっと描いていく、しっかり塗り分けていく。これによって硬い印象、触った時のつるんとした印象が出てきますので、ここをしっかりとぼやかさないように鋭利に決めていく、そういう意識でもって描いていきましょう。こういう中の映り込みはですね、なんとなく見ているうちはそれほどよく見えてきませんけれども、描きながらしっかり一つずつ確認していくと本当にいろんなものが見えてきます。その中でしっかりと暗い色、明るい色、中間、ハーフトーンですね、そういうものを見極めながら描いていきます。黒い中にもいろんな反射、影映っていますね。こういうものを大事に大事に丁寧に追いかけていくっていうことが、まず一番の近道になってきます。3つ目のポイントとしては、先ほど少し触れましたけれども、ティッシュやサッピズなどを使ってしっかりこすっていく。塗る時もこのように鉛筆を立ててしっかりと画用紙の目をつぶしていくように丁寧に塗っていく。これを心がけることで表面のツルツルした質感につながっていきます。画用紙の種類にもよりますけどもね、今回は中目のスケッチブック使ってますので、少しやっぱり目が立ってきていますので、これをしっかり擦筆を使ってこすり込んだり、塗る時も丁寧に丁寧に塗り込んでいきましょう。
黒い鉛筆、柔らかい鉛筆でですね、しっかりトーンをつけていくと、今度は逆にその黒さが鮮やかな色味を持ってきてしまって、このように奥の方に入っている部分のイメージが損なわれてきます。この鉛筆の黒さにもですね、鮮やかさというものがありますので、あまり暗い色をどん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 塗っていきますと、その黒がどんどん立ってくるわけですよね。そうすると、このように奥のへこんだ部分を描いている場合は、手前に出てこようとします。なので、黒く塗った後、手前に出てくるようであれば、ティッシュペーパーでしっかりこすっていきましょう。こうすることで、へこんだ印象を与えることができます。では、ここでもう一度、外側の面を描いていきます。こちらの方はですね、床の白い布が映り込んで明るく見えていますので、穴の中の暗さとは一転して硬い鉛筆で描いていきます。ただこの辺りっていうのはですね、先ほど言いましたように、この取っ手以外には特段何か写っているわけではありません。なので、そのままにしておくとなんとなく白い平面で終わってしまいますけれども、ここにもしっかりとした立体、こういうものを感じさせる必要があります。なのでこの辺は、円錐や白い瓶を描いた時と同じように光の方向をしっかり意識しながら、わずかですけれどもこちらの方に影の部分、暗い部分を作ってあげることで立体感、量感を感じさせることができます。これは実際にはね、それほど見えているわけではないんですけども、絵で説明するというかね、視覚的にこういう立体でしたよっていうことを説明するためには必要な表現になってきます。塗り方はですね、内側と同じようにしっかり鉛筆を立てて、目を詰めて、徐々に徐々にトーンの移り変わりを作っていきます。ではこの周りについている帯の山になっている部分ですね、ここも少し描いていきましょう。ここだけが唯一ですね、この外側の円の中では表情を見せてくれるので、大切な部分になりますね。わずかな膨らみなんですけれどもね、それによって他の表面には映ってこない明るさ、暗さ、そういうものがありますので、ここをしっかりと確認しながら丁寧に描いていきましょう。この中央部分にですね、何か分かりませんけれども、かなり暗く映っているものがありますね。一見飛んでるように見えますけどもね、これぐらい暗いのがしっかりあることによって、まあ、逆に言うとわざと飛ばすぐらいの気持ちで塗っていく方が金属な質感は出てきますね。この取っ手のついている足元の部分、ここもわずかですけども立体になっています。なのでこの胴体の面の部分には映ってこない光の効果、映り込みっていうものがありますので、ここも逃さずに丁寧に描いていきましょう。では次に取っ手の部分を描いていきます。ここも鉛筆をしっかり立てて、かなり鉛筆もしっかりと削ってあります。塗りゴムをしっかり細く尖らして、際の部分を丁寧に抜いていきます。この取っ手も立体として考えると円柱の形をしていますけれども、ここまで細いものであるし、あとはいろんなものが映り込んだり反射していますので、それほど基本的な明るいくらいをつけるということはしなくて大丈夫です。逆に突然部分的に光っていたり、急に暗くなっていたり、そういうものが金属の特徴としては非常に大事なので、逃さないように見ていきましょう。このシャープなエッジ、これがかなりの金属を出す上でとても重要なポイントになってきますのでね、鉛筆はしっかり立てる、練りゴムもしっかり細くして丁寧に消していく、少し面倒に見えますけどもね、この辺の丁寧さがないと、やはり金属としての質感というのはなかなか表現できませんね。この辺のね、金属の描写に関してはもう本当にどれだけ丁寧に見ていけるか、これに全てかかってると言ってもいいですね。じっくり時間をかけて、先ほどまではただの黒いぼんやりしたものにしか見えなかったものが、
書き込みを進めるに従ってよりそこから幅が出てきて、ここはもっと暗い、ここはわずかに明るい、そういう差をどんどんつけていきます。今回このモチーフでね、かなり練りゴムの使い方のいい勉強になりますね。こう擦りつけるように取っていったり、キュッキュッと先を尖らして取っていったり、いろんな使い方が出てきます。取りすぎて明るくなりすぎたらまた塗ってあげたり、サッピスで擦ったり、あとで光の調整もしていきます。シャープに取りたいときはね、必ずちょっと強めに取れてしまうので、その辺はもうしょうがないですね。それよりもエッジのシャープさを優先させたり、光の強さ、こういうものを優先させて取っていって、後で補修していく、こういうことを繰り返していきます。この表面のね、山の部分ですね、ここもしっかり丁寧に見ていきたいんですけれども、穴の内側とかに比べるとかなり微妙な変化になっています。なのでそこは少し強調することも必要かもしれません。見たまんま描く方が良い場合と、少し強調して描く方が良い場合がありますけれども、このようにそのものそのものの特徴を出してくれる場合は、少し見た目よりも強く描くっていうこともよくやりますね。底の部分のこの厚みのある部分、あとはこの口の部分の少し丸みがある部分ですね。ここの回り込みっていうのは結構面倒ですね。ただ丸く描くだけだと奥に行ってくれない。若干この本体のラインよりも少し外に出ています。口の部分に関してはかなり外側を通っていますよね。この特に底の部分っていうのはですね、ちょっとこう厚みがあって向こう側を通っていく。こういうイメージで描いていくっていうことが求められますので、よく観察しても見えない場合はこういうふうに膨らんでいるんだよってことをイメージしながら描いていってみてください。何度も何度も丁寧に決めていきます。決めてはちょっと強すぎたので取ったり押さえたり、逆にボケすぎたのでまた丁寧に取り直したり、この繰り返しの中でちょうどいいところを決めていきます。もう一度下からの反射を入れたり、取っ手の部分のエッジをきれいに見せる、ちょっと掃除ですね。はい、ではこんな感じで完成としたいと思います。ではここでポイントのおさらいをしておきましょう。今回描いたアルミ製のバケツですね。まず最初は形をしっかり正確に取る。左右対称、上下対称の楕円にしっかりなっているか、こういうことをしっかりと丁寧に確認していく。その次にバケツの持っている円筒形、もしくは円錐をひっくり返したような形ですね。それに即してトーンを入れていきながら大まかな立体をつかんでいく。その後で金属としての質感、これを上に乗っけていくということですね。そしてこの金属の質感を出す上での大きなポイント、これが3つありました。1つは極端に強い明暗の差を出す。暗いところはしっかり暗く、明るいところはしっかり明るく。そしてエッジの部分ですね、ここをしっかりとシャープに、ぼやかさずに、き
ちんと丁寧に仕上げていく。あとはしっかりと観察をしていく。他のものに比べると随分いろんな映り込み見えてきますね。それがどのように映り込むか、鏡のようにきっちり映っているわけではなく歪んで見えたりとかですね、何か判別できないような形でうねうねとした模様のように映っていきます。これをしっかり観察して丁寧に捉えていく。たくさん枚数を描いている方でしたらね、その辺の特徴をしっかり掴んである程度予測で描いていくこともできますけれども、まだ初心者の方であったり枚数がそれほど多くはないという方でしたらね、しっかりと観察力を上げていくためにもよく見ていく、そして自分の作品にそれを写し取っていく、この繰り返しですね。では今回は以上となります。この動画が参考になりましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。